こんにちは、ダディチャンネルのマミです。はい、今日はですね、手作りカードを皆さんにご紹介したいと思います。皆さん、カードを手作りで作られたことありますでしょうか？アメリカではいろんなシチュエーションにですね、例えば、もちろんハッピーバースデーでバースデーカード、それから先生に渡すサンキューカード、あとは赤ちゃんができた時のベイビーのコングラチュレーションズカード、それから卒業式でもね使われますコングラチュレーションズカード、あとはハッピーウェディングとかね、あと病気になってちょっと体調が悪いわっていう時なんかはゲットウェルカードですよね。いろんなカードがありますけれども、アメリカでは頻繁にこのカードにですね、自分たちの気持ちを書いて相手に渡すという習慣があります。たくさんスーパーとかね、いろんなお店で可愛いカードをたくさん売ってるんですけれども、やっぱり1枚ちょっと3ドル、4ドル、5ドルとかね、結構ちょっと高いのもありましてですね、簡単にねクラフトで、ペーパークラフトで作れちゃうので、今日はそんな手作りのハンドメイドのカードを皆さんにご紹介したいと思います。で、今まで私がですね10年ぐらいかな、もちろんスクラップブッキングの方もやってますけれども、手作りのカードの方も作ったりもしているので、1枚ずつちょっとサンプルで残しているので、そちらをまず皆さんにご紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、ということでちょっとこちらに並べてみました。ちょっと全部は乗り切らなかったんですけれども、結構な数が、ありました。はい、じゃあ少し見ていきたいと思います。はい、まずはですね、こちらですね、Thinking of you、 あなたのこと思ってるわよ、元気みたいな感じのカードですよね。そういうのもたくさん使われます。例えばこういうのなんかはこうフリップオーバーして横にこうちらっとずらせて、そしてこちらの方にメッセージを書く感じの、カードになりますね。はい、スタンプを主にメインとして、使って作っているのですけれども、こんな感じで、本当スタンプがあればいろんなデザインが作ることができますね。そしてこれなんかね、昔結構、すごく人気があったカードなんですけれども、カバンのようなね、小さいミニバッグのような感じの、カードになっていて、とても人気がありましたね。はい、あとこういうのもね、ベイビーが生まれた時におめでとうって渡すカードなんですけれども、ポケットもね、ついていたりとか、はい、こんな感じでいろんなデザインがあります。はい、こちらなんかもですね、全然そんなテクニックっていうほどのテクニックないんですけれども、本当パンチとか、細かいものを一つずつ小さな四角のスクエアの紙に貼って、で、いろんなボタンとかね、こういう、クリップみたいな安全ピンみたいなの使ったりとか、これブラッドっていう割りピンみたいなもんなんですけれども、そういうのを使って、デザインをしているだけなんですけれども、結構こう可愛く見えて人気があるデザインですね。はい、そしてこちらもコングラッツって書いてますね。卒業式の時とかにね渡すやつですけれども、はい、そしてこちらの方に行きましょうか。こちらはね、動物さんシリーズ、ちょっと見にくいですかね、For you ってなってるんですけど、中にこういろんなちょっとね立体になってるんですけれども、見えますか？ペンギンさんがお手紙を持っていますね。そういうのとかアリゲーターとか、あとはフクロウですかね。はい、いろんな動物が、ちょっと中に入っていて 3D チックになった、For You カードですね。はい、たくさんあります。子供とかに多分動物だから人気でしょうかね。はい、そしてこちらの方にズンズンといきますと、サンキューカードですね。はい、こちらもいろんなデザインがあります。はい、そうですね、スタンプ、エンボスを使ったスタンプだとか、
スタンプ黒でしてカラーリングしたものとか、そうですね、こういうのとかもエンボススタンプでしてるので、ちょっと見づらいかもしれませんけど、光沢が出て、あとちょっとぷくっとした感じの字体になるんですよね。はい、そうですね、本当に紙と糊とハサミ、あとまあスタンプとかがあれば本当にね、ちゃちゃっとすぐ作れちゃうんで、手作りカード楽しいですね。はい、こちらも先ほどのやつと同じような感じなんですけど、これは3枚構造になっていて、一番下にこのサンキューの文字をやって、ピンクの丸いカードを中に引いて、そしてさらにこの周りにサンクスソーマッチっていうのを、つけてる感じですよね。はい、でカードの大きさもですね、こういう縦長バージョンもありますね。はい、縦長バージョンのサンキューカードもあります。はい、そしてこちらはハッピーバースデーですね。ハッピーバースデーもあります、たくさんありますね。あげられる方の好きな色とかね、その方の好きな、なんていうかな、可愛い感じの人だったら可愛いカードをあげたいなとか、おしゃれなシックな方だとちょっと大人っぽいシックなデザインをあげたいなとか、そのプレゼントをしてあげたい人のイメージを頭に描いて、どんなカードをあげたら喜ばれるかななんて想像しながら作るとやっぱ楽しいですよね。はい、でこんなクジラさんとかもねいますし、これはねちょっと透明な紙、この間のスクラップのセミナーでも使いましたけど、透明な紙を使った、カードなんですよね。白いカードストックにスタンプを、何色かでしているんですけど、一番上に透明の紙を置いて、さらに字と、お花のエンベリをつけています。ね、はい、この辺は、ラブとかね、バレンタインとかに使えそうなデザインがたくさんありますけど、こんなんも女子は好きですよね。ピカピカした感じで、はい、エンボスのスタンプと、このピカピカしたのもエンボスでやっています。はい、こんな感じですね。あとハロウィンのカードもね作ってみました。やっぱ白と黒、紫、この辺のカラーがやっぱりハロウィン色なんでね、なかなか怪しげな感じで、それはそれで可愛いかなと思うんですけれども、どうでしょうか。で一番最後にアメリカといえばクリスマスカードですね。はい、たくさん種類があります。さて、ちょっと見ていきたいんですけど、まずはこちらですね、見えますか。3D のポップアップカードになっています。これは、プレゼントになっているのかな。閉じた感じはまあこんな感じで普通の感じなんですけど、開くとこんな感じで、プレゼントが普通に乗っかってる感じですね。シーズンズグリーティングスって書いてありますね。ホリデーチア、はい、このポップアップカードも本当にね、カッターで線を入れて、折り目を入れるだけで本当にできちゃうので、特になんか見た目はすごくわーすごいって思うんですけども、本当にシンプルな作りで全然難しくないんですよね。だけどこう見た目がゴージャスで、手作りなんて、多分プレゼントとかすると喜ばれるんじゃないかなと思うデザインの一つなんですけれども、はい、あとこちらですね、こういう名も、これはちょっとね、ダイカットマシーンっていう機械を使って、エンボスをして、そこにインキングで色付けをしてっていう感じなので、ちょっとこれは機械がないとできないんですけれども、ちょっと雪仕立てのね、下にコットンの、糊をつけてみたり、あと大きなプレゼントとか、ピカピカするジェムストーンとかをね飾ってみると、こんな感じでクリスマスツリーになりますね。はい、で、あとそうですね、クリスマスカードもたくさんありますけども、あとはねちょっとご紹介したいのがこちらですかね。
こちらもちょっと仕掛けのポップアップカードになってまして、いろんな、クリスマスの絵の絵が描いてあるんですけど、ここの、タグというのかな、アイレットがついている紐じゃないですね、アイレットがついている紙をまっすぐに抜くと、パタンパタンって感じで、中に入っていくんですよね。で、ここにね、書いてないですけどね、メリークリスマスとかね、メッセージ書いてもらってもいいですし、こういうなんか仕掛けカードみたいなのをプレゼントすると、子供たちも、わーすごいなんてね、喜んで見てくれますよね。はい、こんなことも別にね、これ全然大した仕掛けじゃないんですけれども、本当に簡単にできちゃうんで、ぜひ皆さん、はい、チャレンジしてみてくださいという感じで、ずらずらずらっとこんな感じで、今まで作ったカードを並べてみました。では次は、あさってにですね、みんなで作ってみようと思っている、カードのご紹介をしたいと思います。